これからの梅雨、台風の時期に備え、鹿児島市で今日防災点検が行われました。防災点検は鹿児島市が毎年行っているもので、下鶴市長は市街地を流れる脇田川の改修工事の確認を行いました。脇田川は大雨が降ったとき氾濫の恐れがある区域に指定されていて、浸水などに備え川の幅を広げたり深くする改修工事が行われました。また災害が起きた際、物資の集積拠点に指定されている鹿児島市中山町の鹿児島ふれあいスポーツランドでは、食料や水といった支援物資の受付や避難所への配送の流れを確認しました。現在こちらでは災害が起きた際に必要な物資のトラックへの運び入れが行われています。今年1月の能登半島地震では道路が寸断され物資を避難所へ運べなかったケースもありました。今日は土砂崩れによる通行止めを想定しルートを変更して運ぶ訓練も行われました。実際の受け入れから仕分け輸送までを想定した実践的な訓練を行うことができたと考えております。今後とも市民の皆様に日頃からの備えをどのようにするかということを周知そして広報に努めてまいりたいと考えております。下鶴市長は常に状況を想定しながら迅速な物資の輸送に取り組みたいとも話していました。